DSS っていうか、ネトラレみたいに感じたらごめん。中学の時、一番仲が良かった女子のことがずっと好きだったんだけど、20になっても、思いを伝えられていなかった。もともと、見た目は綺麗で成績も優秀だし、いい意味で無頓着なので、こっそりモテていたけど、高校時代は割と陰キャかましてたらしい。かっこ、正直本当にそうだったのか疑うくらい綺麗な女性なんだが。去年の秋に彼女を含めた中学のグループ数人で飯食いに行ったけど、彼女は友達から勧められたマッチングアプリでいとも簡単に男と出会って仲良くなってて泣いてしまった。別にその後何回も会ってるわけではないんだが、会ってるわけではないっぽいんだが、過去怖くて深掘りできなかった。なんか何とも言えない気持ちになった。帰って久しぶりに卒アルでしようと思って高一ぶりに開いた。けどもう20過ぎたからか、罪悪感とか変な感情が邪魔して全然立たなかった。その後、成人式以来連絡は取ってないけど、今でも一番仲がいい男子は俺なんだと思ってる。誰か助けてくれ。いや、このね、取り乱しっぷりっていうか、いや、まあ、キモいよ。キモいんだけど、俺結構ね、このシチュエーション好きって言ったら語弊があるんだけど、その卒アルで俺がするわけじゃないよ。なんだけど、こういうキモい男、結構ね、なんか BSS だなーっていう要素を感じる。うん。なんでかっていうと、惨めだから、すごく。うん。惨めだし、誰でも持ってるし、すごい差を感じるよね。このマッチングアプリでいとも簡単に出会った男との差を感じるよね。すごく。うん。不甲斐ない。そう、不甲斐ないし、惨めだし、それが一発でわかるよね。俺ね、小学、中学でムカつくたびに、小学校の卒アルで、卒アルにパンチしたり、こう、ガリガリガリってしてたせいで、人に卒アル見せられないんだよね。ムカついたやつのことを、同じ小学校のやつ、小学校の卒アルで、発散してたから。これ分かる人いる？これ結構やばいと思うけど。卒アルによりきつい。マジで？まあそうか。うん。俺のね、まあ、めちゃくちゃ仲いい友達がやってて、それを。で、それを見せてくれて、ラブライブのライブ一緒に行ったやつなんだけど、それやっててね、俺もやっちゃったんだよね。やりだしちゃったというか、なんか真似しよう。いや、まあマジで、結構、なんだろう。ルイ友ってか結構ね、絆のある友達なんだよ。うん、でもなんか良くない？ほら、二人ともさ、見せられない卒アルになってるっていうの、なんか。俺は気に入ってるけどね。うん。マジで男目線のお便り、アニメや漫画に理解を示してくれる女の子の、女の子への初恋率がマジでえげつない。うん。マジで、マジでえげつない。